毒図とナビゲーションについて解説をします山岳相難の約4割は道迷いによるものです道迷いを防ぐには毒図とナビゲーションスキルを身につける必要がありますまずはナビゲーションについての基本的な考え方から説明をしますナビゲーションとは一言で言えば目的地へ正確に行くための技術です ナビゲーションは参考前のプランニングに始まり実際の参考中の先読み、ルート維持、現在地の把握で構成されま,すまたナビゲーションを実践するには地形図の基礎的な知識や理論的な考え方コンパスの操作法風景を観察する力も必要になります。 まずは、ナビゲーションの基本となるナビゲーションサイクルについて説明します。参考前には、プランニングをしっかり行います。プランニングでは、目的地へのルートの決定、ルート上の特徴物や注意箇所、危険箇所の把握、想定される危険への対応策の検討などを行います。 山に入ったら、実際に動き始める前にプランニングに基づいてルートの先読みをします。先読みとは、地形図からルートの特徴やチェックポイントとなる特徴的な地形をあらかじめ読み取っておくことです。行動を開始したら、ルート維持に努めます。先読みで読み取ったルートの特徴やチェックポイントを頭に入れながら、 周囲の地形を観察し常に正しい道を進んでいるかを判断しながら進みます現在地把握は事前に先読みした特徴物が出てきたか今どこにいるかなどを確認することです地形図から読み取った情報と周囲の地形や風景を観察して一致しているかどうかを確認して現在地を確定させます 現在地が確認できたらさらにその先のルート状況を先読みし進んでいきます正確なナビゲーションを行うには先読み、ルート維持、現在地把握という三つのサイクルを理解し繰り返し行うことがポイントになりますもしルート維持ができなくなると道を間違えることになり現在地把握ができない場合は自分がどこにいるのかわからなくなり 道迷い遭難につながっていきます。ナビゲーションを行うには、大前提として地形図が読めなければなりません。地形図を読むには、いくつかの約束事を覚えておく必要があります。まず、知っていただきたいのは等高線についてです。等、高線とは等しい標高の視点を結んだ線のことです。 太い線は軽曲線といい、細い線は主曲線と呼びます。等高線を見ることで、ピークや平坦地、尾根や谷などその場所がどのような地形になっているか、地形図上から読み取ることができます。なお、等高線以外にも、道や人工物、植生を示す地図記号を覚えておくことで、先読みや現在地把握に役立ちます。 等高線から傾斜を読み取ることもできます。例えば、a 地点から b 地点。b 地点から c 地点はどのような傾斜になっているでしょうか。傾斜は等高線から断面図を作ってみると、わかりやすいです。a から b の等高線の間隔が広いところは平らに。b から c の。 投稿線の間隔がが狭いいととこころは急斜面になっていることがわかります傾斜が明らかに変化する地点は傾斜転換点と呼び傾斜転換点は尾根を歩く時には現在地把握のための重要なチェックポイントになります。では等高線や地図記号に着目しながら実際にルートの先読みをしてみましょう。あなたは 1>, 1から6に向かいますその途中にどんな特徴物があるでしょうかまずスタート地点である1は道の分岐です2、3、5は道と沢の分岐4は広い道と狭い道の分岐です6は橋になります 次の地図です。前の地図の6から13を目指します。7は道の分岐。9は尾根の分岐で小ピークになっています。13は広いピークです。8、10、11、12はわかりづらいですが、等高線の間隔の変化を読み取れば、 傾斜角度がが変わわっていることがわかります事前のプランニングや先読みでこうした特徴物を読み取っておき行動中は周囲の地形を観察し事前に読み取った特徴物と照合させながら歩くことでルート維持や現在地把握が確実にできるようになります。もう一つ 地形図の約束事として事前に覚えておくべきことがあります。それは、深北と地北の関係です。深北とは地図上の北のことで、地北とは磁石、つまりコンパスが指し示す北のことです。実は、深北と地北はイコールではありません。山の中で地形図とコンパスを正しく使うには、 地北を示す地北線をあらかじめ引いておく必要があります。地北線は新北と地北の差である変角を使って引きます。変角は日本国内でも場所によって異なるため、それぞれの地形図に記載されている数値を確認してください。実際に地北線を引いた地形図がこちらになります。二万五千分の一の縮尺の地形図上では。 地北線は四センチごとに引いておくと、実際の距離は一キロになるので、わかりやすいです。では、実際にコンパスを使ってみましょう。コンパスを使ってできることの一つが、地図の整地です。整地とは、コンパスの芯の北と、地北線の北を平行にすることです。 成長することで地図上の方向と実際の方向が一致するので見えている風景、地形と地形図を対応させることができます整地は地形図を見るときには基本となるので必ずできるようにしておきましょう次にコンパスを使って進行方向を確認する方法ですコンパスを使って進行方向を確認する方法は コンパスワンツースリーと言います。手順は3ステップです。なお、コンパスワンツースリーにはこのような練習シートがあります。国立登山研修所のホームページにアップされているので、ダウンロードして使用してください。実際の練習の仕方も動画がアップされているので参考にしてください。道迷いを防ぐには？ 地形図やコンパス、GPS を適切に使いこなすことが欠かせません。ナビゲーションスキルを身につけて、ぜひ安全登山を楽しんでください。以上で、洞窟とナビゲーションの動画を終わります。高校山岳部はじめの一歩、安全で楽しい登山を目指して、こちらをぜひご参考ください。